ケンマ。結構むずそうだな。そこそこ。でもちょっとずつつかめてきてるから、あと30時間くらいやれば。毎日よく飽きないな。そんな暇があったらバレエの練習しようぜ。してるよ。だから日曜の朝から学校に来てるんでしょ。インハイ予選負けちまったからな。実際春高予選なんてあっという間だぞ。黒はバレエ飽きないよね。あ、クロウさん、ケンマさん、おはざーっす。はざーっす。ああ、おはよう。みんなもう来てるか。それが、うん、俺は風、早きこと風のごとく。1年は早めに来いっていつも言ってんのに、あの野郎。俺は林、静かなること林のごとく。まあ、あいつがいないと静かでいいっすけどね。どうせ今日も道草食ってんすよ。野良猫みたいなやつだな。そして俺はしなやかなること猫のごとし。おはざーす。相変わらずの重役出勤か。ハイバリエーフ剣山です。全員いい感じに気合が入ってますね。バッカ野郎、腕で取んなっつってんだろ、このヒョルドボ。次は取ってみせます。もう一丁。センスはあるんですけどね、ハイバリエーフ。ロシア人とのハーフだけあって、あの身長、手足の長さ、身体能力、どれをとっても日本人離れした一級品なんですが。できたできた、できたじゃないですか。見ました。バカ、前見ろ。あの性格ですからね、基礎もまだまだだし、教えなければいけないことがたくさんあります。でもこれは春高予選、面白くなるんじゃないですか。いけねえな。今惜しかったですよね。全然。マジっすか。全然ダメ。もう一回お願いします。やだ。なんでですか。だってまた空振るし。あ、うん、よーし、今日はここまで。うん、思った方向に行かない。でも高校から始めたばっかなのにすごい進歩だよ。4月にこれくらいだったらリエフもゴミ捨て場の決戦に連れてってもらえたのにな。まあ焦んなくてもエースになるのは時間の問題だけどな。なんだ、うん、俺と張り合おうってのか。バレーで勝負しましょうよ、先輩。え、俺なんか変なこと言いました？集合！再来週の土曜日、近所の国平高校を招いて練習試合を行う。この時期にですか。袋谷グループの合宿も近いのに珍しいですね。出だリエフ、お前その試合出てみろ。マジですか、任せてください。いや監督、
リエフはまだトスに合わせるのも難しいですし、試合はまだ…ケンマ、時間作ってリエフにトスを上げてやれ。え、無理。無理ってどういうことですか。以上、頑張んなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。だとさ。しかし監督、どうしてリエフを。異能化も育ってきてますし、チームも安定してきてます。それに異能化はあのカラスの10番を止めたんですよ。異能化がどうこうというわけではないよ。春高予選まで2ヶ月を切ってます。ここは着実にチームの完成度を上げていった方が無難かと。無難？俺たちはインハイ予選で負けた。先に進むために選ぶべきは何か。さて、あの子たちは何を選ぶかな。お願いしまーす。踏み切る位置、ジャンプの高さ、バックスイングの大きさ、だからここかな。よし、完璧なトス。あ、入った。ナイスヘッド。一人時間差です。ある意味大物だな。お前ら見てないで自分の練習しろ。はい。苦戦しそうだな、リエフの相手。うん、入ってきた時からあんまり絡んだことないし。だよな、ケンマとリエフじゃ水と油、とても混ざり合うとは思えないもんな。まあ見ててください。今度の試合には間に合わせてみせます。だからどっから来んだよ、お前のその自信は。自分もレギュラー取れるようにもっと頑張るっす。俺がなるのはレギュラーじゃなくてエースだけどな。守備もろくにできないやつはエースとは呼ばないんです。でもこれから2週間ケンマさんとがっつりやれば。ですよね。リエフみたいなめちゃくちゃにはそう簡単に合わせられないよ。俺はカラスノのセッターじゃないし。え、誰？昨日話したうちの宿命のライバル、ゴミ捨て場の決戦。ああ、宮城のカラスノとかいう。そこの1年にな、とんでもないのがいるんだよ。目をつぶって打つチビのミドルブロッカーとそれに完全に合わせるセッターが。へえ。そのチビちゃん、これがまた基礎は全然でな。そいつヤクさんよりもチビなんですか。ヤクさんに言ってはいけないことを。でもそれでレギュラーなら俺だって。でも多分リエフの方がもっと下手。え、どうしてっかなあいつら。まったかちくしょう。田中さん、何やってるんすか。姉ちゃんに借りたゲーム。ああ、今流行ってるやつな。田中ね、一応学校関係者が目の前にいるんだから堂々とゲームしてるんじゃないよ。練習が終わったら俺は知らねえぞ。これケンマが言ってたやつだ。何度やってもこいつにやられちまうんだよ。で、俺が敵を取ってやるぜ。全攻撃完璧に受けたぞ。ある意味すげえ。さすが天才リベロ。要は相手の攻撃を食らわずに切りかかって倒せばいいんですよね。へっ、口で言うのは簡単だよ。てめえ調子に乗ってんじゃねえ。ほら、借り物だって言ってんだろ。バ
レーボールと同じことが。これが影山の本性ってことか。日向ぶっ飛ばす。おいおい影山、ムキになったら負けだってことはお前が一番よく知ってるだろう。まあ貸してみろ。どうだこの鉄壁の守り。確かに負けないけどさ、やってて面白いっすかそれ。来るな、こっちに来ないでくれ。来なきゃゲームになんないだろ。まあこうなると思ってた。次俺にやらせてください。へっほっけはっはっ。いや初めてゲーム買ってもらった小学生かお前は。難しい。難しいから血が騒ぐんだろ。はい、もう一回。おい次は俺の番だろうが。リュウは家でできんだろう。俺にリベンジさせてくれ。いや俺に任せろ。俺も待ってください。ここは俺が。影山くんには無理でしょ。日向てめっこの野郎よけんじゃねえ。うるせえ、さっさと帰って飯食え。どうって何がですか。いやだってお前が一番乗りなんて一度も。よし、おはよう。はぁ、ゲンマさん、おはざーす。おはよう。体育館早く行きましょう。え、トス上げてください。俺あと1週間でエースにならないといけないんで。モテモテだなゲンマ。俺にもドンピシャのトスをお願いします。おーりゃっ。あれおかしいな。リエーフ、お前力みすぎだっつーの。もっとちゃんとボール見ろ。ちょっとタイミング早かったかな。今度は遅い。ケンマさん、トスもっと早くください。どうだい。何が。リエーフ見てると面白いよね。黒は外野から見てるだけだから毎回違うタイミングで飛ぶし、打点もバラバラ。どういうトスを上げればいいのかわからないよ。その敵まだ倒せないのか。こいつの攻撃強くてすぐやられる。でもよ、攻略できちまったら終わりだし、攻略できそうにない敵ほど燃えるんじゃねえのか。攻略できなかったらそれはそれでつまんないじゃん。攻撃される前に攻撃すりゃいいんじゃねえか。攻撃は最大の防御って言うだろ。今敵が攻撃する前尻尾が光ってたぞ。え、嘘。なんだ、気づいてなかったのか。研磨なら気づいてるのかと思ったぜ。お前も熱くなると周りが見えなくなるんだね。別に熱くなってないし。なってるし。なってないし。なってる。なってない。研磨なら気づいてるのかと思ったぜ。よし、今日こそは。あの二人なかなか息が合わないですね。ケンマさんが俺に注目し始めてる。俺の才能を認め始めたってことか。お前がちっとも上達しないから怒ってんだよ。え、ケンマさん怒ってるんですか。半分。あ、本当に大丈夫ですかね。焦ることはない。
着実に進化はしていってるよ。今はまだその過程だ。その前にちゃんとレシーブ俺のところに返して。おい、先行くぞ。はい。先に行っていいよ。いえ、俺も研磨さんと合わせる努力をしないと。俺は猫魔のエースにならなきゃいけないので。お、この前の猫だ。降りられないのか？どうやって登ったんだお前。え、ジャンプして届くの？楽勝です、任せてください。せーの、よっ。いった。この高さが届くのか。いったー。そんな捉え方したらそりゃびっくりして引っかかれるよ。どうしましょう研磨さん。せーの、いけそうですか？もうちょい右。はい。ほら、こっちへおいで。ダメだ、完全に怖がってる。さっきのがまずかったですかね。もうやめたい。は、何言ってんすか。そもそも動物苦手だし。いや、でも。いいから下ろして。このままほっとけないだろう。あ、すいません、調子こきました。いいって、別にそういうの。とにかく黒たち呼んでくるか。届かない。あっぶねえ。ほら、あ、暴れる。うわ。あ、ケマさん大丈夫ですか？全然、全然大丈夫じゃない。すんません。でもまあ猫が無事だったからそれでいいじゃないですか。うん。おい、そんなとこで何やってんだ。遅いから戻ってきちゃいましたよ。早く上がってこい。くら、体育館使える時間減っちまうだろうが。今行きます。げっ、二人してなんで鼻血出してんだ。おい、リエーフにやられた。はぁ、お前ら喧嘩したのか。ち、違う。うちの大事なセッター怪我させてんじゃねえ。うわ。次、行くよ。おい、これから試合なんだから。あいつはいつも生意気で理解不能なとこだらけだ。だけど お願いします。攻略できない敵ほど燃えるんじゃねえのか。ショウヨウに似てるかも。高い。海岸です。はい、もう一本。何度でも打ってみせます。うわっ、ただのまぐれ当たりじゃねえか。負けてらんないっす。
ケンマさん、次俺で。もうずねえぞ、先輩が先だ。ケンマ、エースを俺によこせ。俺の練習、いや俺で。お前ら、これから試合するんだからな。新しい血液が回り始めたかな。アイさん、お願いします。俺たちは血液だ。滞りなく流れろ。酸素を増せ。脳が正常に働くために。なんすかそれ。気合い入れだ、気合い入れ。なんだ、なんか文句あんのか。これだけはリエフにどうか。よし、行くぞ。よし、犬が逃げ出したみたいに、夢を見失った時に、誰か捕まえておくれよ。ぎゅっと離さないでいてくれないか。空き缶蹴っ飛ばして笑って、駅の改札でいっぱい泣いて、前よりちょっぴり強くなったんだ。大事なものを捨てられないから、僕ら空も飛べない鳥、いつか追いかけるさ、追いかけるよ君の夕焼け。あの日の約束守れなくても、笑い声聞こえなくても、君と誓い合ったあの赤目空を忘れたくないから。だから星を捕まえて、だから夢を捕まえて、だから星を捕まえて、だから夢を捕まえて。このボケ、おれ、クソが。やっぱダメか、クリアできる気がしねえ。ほんと王様、バレエ以外は大したことないんだね。ツッキーはゲームもうまいもんね。山口うるさい。ごめんツッキー。へえ、じゃあその実力を見せてもらおうじゃねえか。ちょっと待て、次は俺の番だろ。先に俺だ。お前はさっきやっただろ。もう一周したし、ていうかお前もう終わったべ。まだ終わってねえし。やめろお前ら。お前今死んだじゃねえか。今のなしじゃねえ、借り物だ。島の邪魔が入った。ふざけんな、死んだ。おい、やめろ、大地が切れるぞ。おめえが話せないから。大地に話せ。俺ならやめてよ。思えばこの数ヶ月いろいろありました。喧嘩して怒られたり、自信をなくしたこともありました。悔しい思いもたくさんしました。でもその全てが今のカラスノの力になっています。カラスノ高校配球部はどんどん強くなってる。みんなの頑張りを一緒に見守ってください。配球ブルーレイ DVD 好評発売中です。